はい。えー、どうも、吉谷です。今回ですね、えー、ドリアカセイから、えー、結果報告いただいたので、シェアしていきたいと思います。お疲れ様です。今月の結果報告させていただきますということで、6月ですね。えー、コンテンツ販売、えー、105万3020円。アフリ報酬5万3520円。合計、110、110万6540円でしたと。えー、今月はメルマガのみで100万を自動化することができました。素晴らしい。理想は広告だけで、あとはポ置チで収益化することなので、 広告を勉強しな引き続きき続ポンンンでコンテンツ作っていきますとということで、素晴らしいですね。メルマガのみ。メルマガのみで100万自動っていうのはね、もうかなり上級者ですね。まあドリームアカデミアでは、まあ商品を売るときは、えなんだ、対面だったり、まあ対面が一番簡単だよと、次が電話、クロージングですね。で、その後はメルマガとかなんですけど、結構メルマガは上級なんで、 すすごいですね、まあ、僕,僕はメルマガのみで2,000万が最高ですけど僕はメルマガだけで2,000万最高 <laughs> <laughs> はいまあ今僕もうメルマガやってないですけどね、まあ、100万超えるっていうのはすごいと思います、うん、でも僕の場合はその会社でやってた時はやっぱ広告要はそのアフィリエーターさんにあのまあ動いてもらってリストを獲得してたっていうのがあるので あの多分そのそういうねただ自社の自社の ASP を作ってでアフリエイターさん抱えてでそのリストを獲得していくってことはや,やらず多分まあ、自分で、まあ、集客してで自動でこう売り上げ作っていってるっていうことだと思うんですごいと思いますね。うんはい素晴らしい。はいということで今回ですね塾生、えー、さんから、えー、メルマガのみで100万を自動化することができたと。 もう結構ネットビジネスの最終形ですね、ここが、うん。ネットビジネスってやっぱね、ここがやっぱできるんで、自動でね。うん。まあ、ここを極めると、まあ、こういうことができますんで、まあ、ちょっと、すごく上級者にはなっちゃいますけどね。ただ、ここを目指すべきかなっていう。うん。僕はこれも、これもやってきて、まあ、今 YouTube でこう、いろいろやってるっていうスタイルに今してますけど、うん。でも、多くの方が、 多分、まあ、僕みたいにね、毎回動画を撮るみたいな感じではなく、まあ、自動でできるだけ、あの、売上が作れる状況、理想、これが理想系で、これが求めてるところだと思うんで、素晴らしいそれ。それをね、現実化したっていうのはすごいと思います。はい。ではですね、えー、結果報告のシェアはこれで終わりたいと思います。ありがとうございました。